待ったはなしだ柱は。まずい。このままでは木遁木部神の術。 十尾の神中力が果たして刹那の桃気を抜くな。良いな。分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。俺は失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せがあるとは神が。人は考え悩む、 失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら、人は後悔し、もう一度やり直しを望むだ。だがそれはできない。失敗は許されないのだ、この世界では。猿よ、こやつは見えているものが違う。 話は通じぬぞ。お前がこうなってしまったのは雷教に送り込んだわしのせいでもある。たとえ十尾の神中力であろうと、ここまでやれば五条起爆札。 妙だな、まるで手応えがない。 なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だがな、何の問題もない。俺だけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずは過去に眠っていればいい。おっちゃんたちら、なんだ今のは。 やつのせいにある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん、安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの外と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。おびと、 お前がなりたかったのは火影のはずだ。どうしてこんなことを。今更説教か。遅すぎやしないか。先生、あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時 すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところ、あんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。 何よりおかげになった。俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより、父
父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。現実を見ない。幾度と力を手に入れた俺に勝てるはずもないだろう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。ここは俺が。またな。それ。はあ。こっちだよ。こっちだよ。予想通りだよ。なぜだろう。まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。ジェイム、不投資。は、それ。距離を取るか。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。